こちらの旅館では全ての電気が消えてしまい現在、お客さんの姿はありません2012年11月暴風雪に見舞われた室蘭や登別などで3日間以上続いた最大5万6千戸の大規模停電高さ2 6メートルもある鉄塔は根元から倒されてしまっているのが確認できます停電につながった鉄塔の倒壊はなぜ起きたのか。 今回の原因はまだ特定されていませんが専門家は10年前の大規模停電と同じメカニズムの可能性が高いと指摘します湿った雪がどんどん降り積もるという形であの雪の直径があの発達するということが鉄塔が倒れてしまうというメカニズムで送電線に積もった雪が重みで下に回転その後 再び上にに雪が積もり、下に回転。これを繰り返すことによって太く重くなり送電線が強い風を受けたことで鉄塔が倒れたと指摘します。比較的これまではあの北海道の南の方であの電線着雪が起きていましたけども今回のような湿った雪が降り積もるということは想定外。 2012年の大規模停電の経験から北電は電線が回転するのを防ぐねじれ防止ダンパーを道内の鉄塔に順次設置していましたしかし今回倒壊した紋別市の鉄塔は送電線の着設が少ないことなどから設置の対象外となっていました紋別市周辺には 送電線の二本のルートがありましたが。もう一つの送電線では。倒木に見舞われました。二度目の大規模停電を引き起こしたのは。円軽町白滝の倒木。白滝では。二十四日午後五時までの。四十八時間で。観測史上一位となる。百十九センチの雪が降っていました。二つの送電ルートが。 トラブルに見舞われる想定外の事態倒れた鉄塔の代わりとなる新たな柱を今、急ピッチで作る作業が行われています北電は来年3月上旬までに、新たな鉄塔を建て直し、完全復旧を目指すとしています。 エリア的にあまり湿った雪が降らないからまあ想定外だったということも考えられるということなんですがまれわれもイブリ東部地震の時4年前ですか、えー、ブラックアウトを経験していますあの時は9月でしたが、はい、今回は真冬ということでじゃあ寒さをどうしのぐのかというのがこれが課題でしたね,うそうですねやはり冬は電気がなくてもどう暖を取るかこれがポイントになってきます。こういういいいものぜひ皆ささんおおに備えておいてください カセットコンロこれがあればお湯を沸かしたり温かいものを食べられますでこのガスカセットガスというのがポイントでそのカセットガスを使ったストーブもありますねホームセンターですと安いものだと5000円前後で買うことができますあとは昔ながらの石油ストーブこれは乾電池で電源がいらないタイプがありますねそして使い捨てカイロや毛布カイロの使用期限は大丈夫ですかさらに冬は 冬は車のガソリンを満タンにするというのも必要ですね暖も取れるしスマホの充電もできますまあ菊池さんとにかく後にも先にもいかに寒さに備えるかこれが重要ですねそうなんですねこういう何かこうイレギュラーなことが起きた時に必ず備えましょうと言ってその時に行動を取る方と取らない方がいてで行動を取った方あの VTR にもありましたけれどもこういった災害が起きた時にも対応できるまあだから あの皆さんもね、ひ事だと思わないで、自分の,あの災害が起きたときを想定して、あらかじめ準備するってことが、改めて必要だなというふうに感じましたね年末年始に合わせて、ぜひ家の備え、チェックしてみてください。はい